イナが来てから真田家が明るくなりました。いえ、そんな、私は。真田は常に戦いに身を置いていたため気が休まることはありませんでした。だがイナが笑うと皆の顔が自然と明るくなり、雪村をご覧くだされ、あの牧年人があんなに楽しそうに笑っている。私にもできることがある。ありがとう。私、自信が持てそうです。これまで忠勝の娘として頑張ろうと思っていましたけれど、それは違うのですね。私は私です。私にできることをやればよかったのです。父、忠勝の言っていたことが初めて分かった気がします。